こんにちは。今日の講義は書籍、小さなお店って10年後も勝ち続けるコンサルの数値化戦略です。経営課題は数字で全て解決できる。これまでに大都市向けの経営術を真似してもローカルで成功できなかったのは、ローカル独自の文化や風習といった地域性を理解していなかったから。ローカルには地元でしか通用しない経営戦略があります。本書は店舗経営に関する過去のデータを数値化し、ローカルで売上を伸ばす戦略を徹底解説します。正しくお店の数字を分析すれば、事業内容、場所、規模に関係なく、売上を伸ばしたい、新規顧客、リピーターを増やしたい、スタッフのコミュニケーションといった経営者の悩みを全て解決することができるのです。業態や特性の異なる実在する店舗のリアルな数字を見て、マーケティングに必要な数字の分析方法を学び、仮説の立て方や施策、プロジェクトの進め方、経営課題の解決法をあらゆる角度からアプローチするノウハウをインプット。そして私ならどうやってこの店を売れる店にするかとアウトプットすることで、より実践的な思考力、経営判断力が身につき、あなたが理想とする店舗経営に近づけます。序章では会社の数字化いかに重要かを説明し、第1章では経営課題が数字で解決できることを示します。第2章では数字の力を 200% 生かすテクニックについて学びます。第3章では数字を生かしてスタッフの能力差をなくす方法に焦点を当て、第4章では商品・サービスの認知度を上げるためのアプローチを解説します。第5章では目標をスタッフへ落とし込む方法について掘り下げ、第6章では数字の力を 250% 高める DX テクニックについて学びます。そして終章では数字を武器に次なるステージへの挑戦を促します。この書籍は地域の文化や風習を踏まえつつ、ローカルで成功するための具体的な戦略を提供しています。あなたの経営において数字を有効活用し、長期的な成功を収めるための手法を学びましょう。この書籍が持つ潜在的な価値は非常に大きいものです。まず店舗経営者や起業家にとって、地域の文化や風習を踏まえた経営戦略を学ぶことは成功の鍵となります。従来の大都市向けの経営術ではなく、ローカルな要素を取り入れることで地域社会との結びつきを深め、顧客の信頼を獲得することができます。さらに本書が提供する数値化戦略は、経営課題の解決に向けて具体的なアプローチを提供します。例えばスタッフの能力差をなくすための方法や、商品・サービスの認知度を上げるための戦略など、実践的なテクニックが数多く提示されています。これらのアプローチを実践することで、従業員のモチベーションが向上し、顧客の満足度が高まります。また DX テクニックの活用により、より効率的な経営が可能となります。デジタル技術の活用によって顧客とのコミュニケーションが円滑になり、業務プロセスが効率化されます。これにより経営者は時間とリソースを節約し、ビジネスの成長を促進することができます。さらにこの書籍は経営者の思考力や経営判断力を向上させる役割も果たします。実践的な課題解決へのアプローチを通じて、経営者は自らの経験と知識を生かし、新たなアイデアや戦略を生み出すことができます。これにより経営者はより自信を持って事業を展開し、競争力を強化することができるでしょう。総じてこの書籍は地域経済の活性化や地域社会の発展に貢献することが期待されます。地域の中小企業や個人事業主が成功を収めることで、雇用の創出や地域の活性化が促進されます。そしてこれらの効果は経済全体に波及し、持続可能な成長を実現することができるでしょう。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら健康的な体は知識やスキルを生かすための基盤であり、美容と健康管理は人生の質を向上させる重要な要素だからです。健康的な体があれば、より多くのことに取り組むことができ、その結果としてより充実した人生を送ることができます。美容と健康管理に特化したサービスとして注目すべき、ライズアップ結果にコミットプライベートジムがあります。このプライベートジムの特徴は多岐にわたります。まず、
専属トレーナーによるマンツーマントレーニングが提供されており、一人一人のニーズに合わせたプログラムが作成されます。これにより個々の目標に合わせた効果的なトレーニングが実現します。さらに食生活やメンタルのマネージメントも重視されています。トレーナーが食事面やメンタル面でのサポートを行うことで、健康的なダイエットやトレーニングを継続することが可能となります。また30日間の無条件全額返金保証が提供されており、安心してサービスを受けることができます。このプライベートジムでは1日50分、週に2回のトレーニングを無理なく行うことができます。さらに無料カウンセリングが提供されており、自分に合ったトレーニングプランを選択する際に役立ちます。そして完全個室のプライベートな空間でトレーニングを行うことができるため、周囲を気にせず集中して取り組むことができます。総じてライザップ結果にコミットプライベートジムはマンツーマントレーニングや個別指導により、これまでにダイエットやジム通いが続かなかった人にも効果的なサービスです。トレーナーとの密なコミュニケーションや無理のないトレーニングプランにより、健康的な体づくりをサポートします。また食事制限や無理な運動はなく、リバウンドしにくい体づくりを実現します。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。